で、これが皆さん、スポアーというゲームでしてですね、ちょっと BGM を出したいと思いますけど、かろうじて聞こえますかね、BGM が。BGM なんかないんかな、これ。来る？音ちっちゃいかな。これね、あ、すごい、すごい眠たくなりますね。まあ、こんなもんでいいか、もう音量は。じゃあ、やっていきたいと思います。名作中の名作、何勝手とシームでもスポアのような、なんていうようなのが挙げられるようなね、本当にすごい有名なゲームで、まあ、実況とかも見たことある人多いんじゃないでしょうか。スポア始めていきたいと思います。一発目ですね。うるさいっすね、私にとってちょっとうるさいですかね。プレイするでいいのかな、これ。これか、これどこから始めていったんやろな。大体はでも左か。これかな。え、でも俺これがいいねんけど。なんかちょっとちっちゃくて見えないと思うんですけどね。これがすごい、なんて言うんやろう。ブラジルの、うるさいな。ブラジルの配信者の人がやってる PUBG みたいなコントラストやね。で、これはちょっと地球っぽいね。だからこれにしようかな。ちょっとこれは青緑っぽいしね。これにしましょうか。で、これにしましょうかってか、これでいいの俺。なんこれ。全ての起源から始めましょう。創造した生物を小さな海の生物から知的生命体にまで進化させて、スポアの壮大な旅に出ましょう。はい、じゃあ、始めてください。じゃあ、草食動物は植物を食べます。肉食動物は肉を食べます。 知っています。こう、肉食動物を選びますか。じゃあ肉食動物の方が面白そうやんね。肉食動物。何やねん、これ。どこが前やねん、まず、お前。見えんのか、前。簡単、普通。え、これ、何がいいの？簡単でええの、これ。簡単でええ？ 1 時間半やから。簡単で行こうか、次。惑星に名前をつけてください。え、惑星に名前をつけてくださいとか言われても、何にしようかな。なんか、一番星とかにしようか。一番星。一番星。一番、もうええわ。あかんあかん、もうこれ以上出てこい。ひねり出せ。一番星にしよう。うわあ、来た。何これ。もうよく出てる。太陽かな。あー、なんか飛んでいった。ガノトトスの一部みたいな飛んでいってきましたね。あー、いたいた。すごい。全然関係なかったんですね。あー、割れた。ガノトトスの V 破壊ですね、ガノトトスの。シューンっていった。おお、あ、これ邪魔やな、まず。あ、うるさっ。あ、え、何、ガノトトスから始まんの？うわ、きっしょ。これを育てんの？これ育てんのか？ いや、バサルモス知らん。バサルモスは知らんねんけど。潮だまりへようこそ。スポアの至るところであなたの選択が未来に影響を与えます。細胞としてのあなたの使命は食べて成長し進化することです。成長は画面下にあるプログレスゲージで確認できます。これか？まあ、でもワイワイのゲーム熟練度はもうほんま早すぎて進化って言われてるからね。みんなも知ってると思うけど。すぐに慣れていくから、これな。これがプログレスゲージです。物を食べると DNA ポイントを獲得します。そのポイントを使って細胞を進化させることができます。進化するに従ってあなたは大きく成長し、あなたの世界も広がります。ここを増やしていけばいいってこと？何すんの？なんかおんねんけど。なんなん、こいつ目めっちゃあんねんけど。よく見えるや、あいつ。よく見える、おる。いや、ちょ、よく見える、倒せへんの、これ。うわ、なんなん、これ。よく見える、倒せへんの、これ。よく見える。何したらいいの？クリックしてたらいいの？めっちゃ焦ってるやん。よく見える。いけ、いけ、いけ。成長のために何かを食べてください。これ、あれ食べられへんの？これ食べなあかんの？これ？どうやって食べんの？クリック？おお、うるさっ！おお！あ、こうか。これでいいんか。これ積み重ねていけばいいってこと？俺が思ってたんじゃなくて、あれなんやな。うわお！びっくりした。
ちょっと待って、なんかめっちゃでかいやつ出てきたやん。よく見えるの、親玉みたいなやつ出てきたね。これは何、この緑のやつは取れへんの、これ。これ取れへんのかな。あ、これは装飾なんか。え、うるさない、俺だけ、どんな音量でって。ん、なんなん、他の細胞や隕石の。おお、読めへん読めへん。新しいパーツを見つけたらその上を泳いでパーツを集めてください。パーツを集めてください。これ、あ、お、これ、お、これつけれへんの。スパイク、パートナーを呼んで細胞クリエイターに入ります。え、パートナーを呼んで細胞クリエイターに入ります。何これ、パートナー、え、パートナーの方が若干でかない?ほんで。ほんで何もせんとお前から出てくるんだ。その金色のやつがお前から出てきて、それが細胞クリエイターモードなんな。はいはいはい。モードの変更は画面の上にあるモードボタンを押すと変更できます。このボタンはどのクリエイターにも存在します。え、これなんか自分で、いやいや、訳してて、訳はしてあるやん、もう。これ、な、これつけんの、これ。つけるってことなんかな。あ、目いっぱいつけるやん。よく見えるできるんちゃう、これ。うわ。あ、これとかめっちゃ可愛いやん、ほら。めっちゃ可愛いやん。え、ちょっと待って、俺、これの方がいい。ストークアイの方がいい方だよ、俺。めっちゃキモいやん。ストークアイちょっとこうつけようか。カニみたいに。カニみたいにしようか。あかん、もうつけらんやった。ちょっと待って、戻させて一回。出て戻んの、これ。ペイントモードって何?ん?なんかめっちゃチカチカしない?え、めっちゃチカチカしない?え、みんなの画面大丈夫?今。めっちゃチカチカしたんやけど。え、なに?バグ?すごいなんかこれ。ほら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 、え、今なに?みんな鳴ってる?なんかピカ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 ってならへん?ピカピカピカって鳴ったやろ。なんでや。これ選ぶたびにピカピカすんのか。あ、こうか。もうええわ、ほら、もう、ちょっと待って、もうワンピカピカだけ俺に言うよ、くれへん、みんな。もうワンピカピカだけ。これ、いや、これにしようかな。オッケー、めっちゃいいよ、ほら。カレーライス大好きって感じするやん。カレーライス大好きでいこう。ここ変えられへんの、これ。あ、ここ外せるやん。え、そんなん、え、ちょっと待って、これいらんねんけど、じゃあ。どっちかっていうと、こう、スパイクが欲しいよね。あ、もうスパイク、スパイクで攻める?スパイクで攻めようか。てか、どこから当たられても俺は大丈夫ですっていう状態にしとこうか。じゃあ、こっちが攻撃戦でも勝てるやん、絶対。ほら。こういう感じ。ほらほらほら。めっちゃ強いんじゃん。ほら。あ、でも目つけられる。ボタンアイ。ボタンアイ、ちょっと気持ち悪いな。なんか、お菓子の目みたいになってるな。ベティアイ。あ、これいいやん、ほら。ほら。うわ。キモ。これ。いや、これでいい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 。口がありません。あ、口がいんの?あ、口がいんのな?はぁ、そんなん早く言うてくれな。じゃあもう目いらんか。目いんのかな?目もいんのかな?口は必ずつけてあげましょうとか。なんか。カニみたいになって思ってますやん、もう。カニみたいになって思ってません?え、俺もこれで OK できんの?あ、できるわ。自己紹介って何にしようこれ。名前が難しいな。万端星人、いや、口らしいで。これは口らしいよ。バルタンさん、ハリネズミ、カニさん、かわいいな。カニさんかわいいな。目なし、目なしもいいな。何にしようかな。じゃあ間取ろうかな。なんかみんなの言ってるやつの間取って。あ、ザリガニなぁ。はい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 。おかしゅんって。おかしゅんは。そやなぁ。それでいく。いや、ちゃうで。俺が言ったんちゃうで。俺は選んだだけやからな。ちょっと、なんでやねん、なんでやねん。これ、こうらしい。これ。
じゃあ違う違う、出てき、じゃ俺が選ん、俺は選んだだけやからな。俺は選んだだけでの話であって。メガネをかけていて、真面目。Yes。Yes, man。なんか、めっちゃ早く歌えへんかったら。めっちゃ早く歌えへんかったら、OK。これでいいよ、はい。英語名。英語名。英語名って言われてもな。何やろう。英語ね、英語名。前田くんの英語名。メガネ。メガネ。メガネかな。はい。これで、じゃあこれでいきましょう。うわ、近づきました。フロント。フロントってやばいな。フロントって何これ、めっちゃ強いで言うとくけど、ほんまにめっちゃ強いと思う。俺このアイコンまっすぐ行ってまず食えんの飯、これ両サイドに行かなあかんってことないよな、さすがに。うわだるマジで。おお、2個食いや、強欲ゴールディーって書いてる。 なんかこいつの名前だけめっちゃいい名前してるよな。ゴールディーこれ食べられへんの、こいつ。泳ぐんクソほど遅いわ、めちゃめちゃ遅い。え、これどうやって泳ぐの？これ。あ、ゴールできた。ゴールでいけるこれ。ゴール、ちょ、ゴールでいって、ゴールでいって。めっちゃ遅ない？泳ぐん。あ、俺、ヒレないからか。ヒレないから泳ぐん遅いんか。あ、あいつは？あいつも無理やわ。てか、逃げていくねんな、みんなな。ここ、間行ったら2個食えんじゃん。よしよし。めっちゃでかいやん。あ、もうちょっとでこれ行く。この赤い、ちまちましたやつ集めようじゃん。うわ、でっかいの来た、まずい、ちょっと待って、でっかいの来たな、まずい、逃げさせてほしい。か、食って、か、食って、これ食って、じゃ、これ、まずい、挟まれた。あかん、あかん、ちょっと待って、いや、そう、もうやめろ。いや、そう、あ、そういう挟み方ですね。やめろって、もういや、あんなんマジ、濃すぎると思う、あれは。しかも、作り直させてほしい、マジで。ちょっと、あの、相方来て、相方君、彼女探して。無理やから、ちょっと今君では俺はちょっと無理やから。あ、ここにおる。あ、おったおった、ほんまや。おおった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 、オッケーオッケー。ちょっと変えよう変えよう変えよう、形変えよう。目がないからか。あ、目がないから暗いんや。あ、そうなんや、そんなんあんねや。ちょっと待って、口をとにかくさ、え、てかみんな、何を勘違いしてるか分からへんけど、ここが前やと思ってるやろ。これ俺この構造を変えるわ、こっちを前にするわ俺。え、それはできないかな。口はクリエーションの正面につけることをお勧めします。いいよ別に、それはおのおのの自由やからさ、別に進めてくれるのはな。ギリギリここら辺とかにしようかな。きしょ、なんなんこれ。俺ずっとこれやっていかなか。あ、ほらほらほら、あ、いや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 、で、目やな。これいいんちゃう、ほら。これ俺1個ってつけられへんのかな。1個だけにしたいんだけどな、これを。それは無理なんか、両サイドに絶対つくのか。なんかマジ道路をなんかこう整備してる人みたいじゃないこれ。いやでもこれつけるとこがないもんな。これはいいの、え、これはいいの。ちょっと待って、もう散々俺言われてるから、今次のところに行くためにはこういうちょっと綺麗な形してみようか、一旦こうか。いや、これありきたりじゃない。でも目だけここにしようか、守ろっか、目だけこれにしよう。ほらなんか、ほらいいやん、髪の毛みたいで。これ名前変えよう。ほんで名前っていうのがないねんな、別に。なん、これっていう。ボラギノール、ボラギノールにする。え、これってもうこれだけ、これから先進まへんのかな。ちょっと待って、一旦これ消しとこうか。で、英語で書いた方がいいな。じゃあ、
なんやろ何って言われても今度分からへんねんけどひよこ口3つある？ほんま？あ、ほんま？こう？これ大丈夫？これ大丈夫か？そうやな、何ってこと？いや、見た目で判断したらそうやな、球根とかな。前に目つけんの？これ？ここじゃないとあかんの？え、そもそもここじゃないと効果がないの？目って。こう？これ？こう？こうでもいいの？こうしようか。一個でいいんやったら一個の方がいいねんけどな。じゃあ、何にしようかな。まあ、名前が俺むずいな。考えろって言われたら無理やな。なんやろ、なんでもいいねんけどな。ユーグレナにする？ユーグレナにしようや。なんかあるやん、よく聞くやん。体にいい。で、行こう。もうこれにしとこう。ユーグレナで行こう。でも名前が全く思いつかへん。変な性格は。名前考えるだけで。じゃ、これで一回動かしてみよう。ちゃんと肉取って、めっちゃ早いやん、僕も。こうな。ほんで画面もすごい明るいな。これが目の効果なんか。でっか。うわ、きっしょなんか。これはなんなん、この丸は。これ関係なし。ここ食べていけばいいのこれ。まずい、まずい。オッケー。逃げよう。よし、ナイス。おお、なんかだいぶでかくなってるけど、俺倒せへんのもんかね、こいつとか。よっしゃ、いけ、ナイス。よし、ナイス。お前、おい、あんのか、ほら。よし。何これ。あ、無理や、拉致あかへん。よっしゃ。オッケー。なんとか逃げろ。あかん、もうあいつ。あれ、後ろから狙わなあかんの、こいつ。こいつだけじゃ俺し、あれ、けじめつけ出してもうていい、これ。みんなごめんやねんけど。おっしゃ、おっしゃ、お前はお酒黙って帰る。オッケー。おっしゃ。あ、これが出てくんのな。なるほどね。うん、ていうかもう大体変わらへんねん。大体変わらへんってやばない。やってる、その、敵が、これ何？この奥のやつ。奥のやつめちゃめちゃでかない？これ今食べていけばいいのかな？もう食べていけるだけ食べていこうか。あ、ヒレが一本しかないから泳ぐんが遅いんや。あ、あれヒレなんや。え、これなんなん、この横のやつ。じゃあ、この、六本は。この六本はあれ？髪の毛みたいな意味合い？おしゃれ？これ食べるやろ？これ食べるやろ？来たな、お前、お酒。こいつ、横の目行ってまえ！いい、目行ってまえ！今行け！行け！ええ！はっしゃ！めっちゃ速いやん、あいつ。すごい馬力持ってるやん、あいつだけ。ジェットエンジンみたいなやつで飛んでいったんやけど。海の中も大変やな。あ、大きなった。なんだ、スポイト野郎いいねんけど。スポイトだらけやねんけど。あれ倒せんのかな、あのスポイト。俺めっちゃちっちゃなったな、なんか。全体的にごついやつ多すぎて俺食うもんがないぞ。倒せるこれ。まずい。いや、もうやめろって、もう。一回に言って。お前、お酒、やんのか、ほら。あ、無理や、全然、ごめん、すいません。一回帰ろう。よし。あ、これ食べよう。もう口の話忘れてる？口の話って何？え、口の話どういうこと？え、もう今ので、俺、これで、彼女探しするやんか。ほんだら、パーツ増える？つけられるパーツって増える？もうこの水のステージを全部ずっと、やめろお前、俺の言うぐらいな。ちょ、え、この場合どうなの？あ、よかった。え、横の径が口なん？あ、え、ごめん、俺が、の考え方がおかしいのかな。これが口ってことをおっしゃってる？みんな。あ、これって口なんだ。
へえ、それ全然知らなかった。あれ口なんやって。あ、これとか持ってた方がいいんか。じゃあ、あ、そうなん。ちょっと待って、俺ちょっと待って、ちょどうしようかな。俺ちょこれ強くしたいんだけど、 V 破壊、 V 破壊ちゃうわ、増えんのこのパーツが。こうしといた方がいいかな。ケツ結構やられるから、こうしといて、これつけるやろ、こうやろ、うわ、あーもうこれでいっぱいいっぱいか。こんなんででも勝てるか。これ名工しようか、ちょっと。よし、これでいこう。説明読んで、せやな。説明読まんでもいけるかなと思ってんけどな、これぐらいのところいけるかなと思ってんけど、俺には無理やったな。とにかくじゃあこれは今食っていけばいいってことな。あんまり大きいやつに行かへんかったらいいってことやろ。こいつを倒せへんのかな。倒せるこれ。あ、倒せそうやな。あ、倒せた倒せた。お、な、なに、あ、新しいパーツできた。これを集めていけってことか。え、あ、この状、いや違うか、この状態で俺が彼女探ししたらいいってこと。よし、僕ナイス。ちょっと待って、この状態で彼女探したら俺パーツつけられるってことやな。つける必要あんのかな。探してみようか。これ行こう。桜寺園閲覧稼ぎ、桜寺園やり方を知ってんやったら教えてくれ。逆にお前そんなんでできんやったら増やすわ、もっと。お前これか。え、じゃあね、ポイントが足りひんのよな、そもそも。パーツと手足の大きさを変えるには、パーツと手足の大きさを変えるには、あ、これ?あ、こうやって大きさ変えられんの?これ目はちっちゃい方がいいんじゃん。めっちゃちっちゃいやん、目。こうちゃん。なんか、顔みたいになったな、ちょっと。貴族みたいになったけど。え、ちょ、俺はこれ、あ、まあいいか、もうスパイクつけるか、じゃあ。今は。一旦。これでいきましょうか。読むところが、ワイワイやな。違う違う違う、知ってんねんやったら教えてくれって。金払うから。じゃあそんな、じゃあ俺これ8年やってきて、ね、そんな全く聞いたことないのよ、そのやり方を、やり口を。なんかそのやり方がほんまにあんのかなと思ったことあるもん。やりたいとは思わへんけど、それができるんなら楽なんですけどね。してる人はいるってことなのかな。でもな、やってみたから一回。なんか一時期ツイッターで話題にならへんかった。ツイートちゃうか、フォロワーかおかなんかを増やすみたいなやつやってる人がいるみたいなんで。あん時に俺一回調べてんけどな、どうやってそんな話がまず来んねんと思って。こいつ食えんの、このボラギノールみたいなやつ。このボラギノール食べれるこれ。あ、食べれるわ。あ、マップし、よっしゃ。電気ショック、電気ショック、電気ショックつけるか?あ!お前!仲間じゃん、こいつ!仲間やられてる。めっちゃ早いな。え、こ、俺でかくなってるけど強くなってんのかな、そもそも。パーツあんま変わってないんだけどな。おっしゃ!ナイス!んー、まあ、エッグやつ来たなんかもう、クワガタみたいなやつ。ちょ、一回これ起爆しとこう。よし。このゲーム、世話しないな。あいつとかなんなんマジで。形がもうゴーヤにしか見えへんもん。後ろのやつ、いや、なんか大きくなってきてるよね、とにかく敵が。なんなんこれ。これって俺どうやって外す、これ外す。いや、でもつけられへんか。あ、これつけられなかった。あ、これか。こうやって強くしていこう。ちょっと目、うわ、目前にしようか。こうしようか。これでかい方がいいんかな。でも食われるってこともありうるんか。これぐらいにしとこうか。これをもうちょっとちっちゃくして、うん、こんなもんにしよう。こんなもんでいこう。こうやって強くしていくわけな。ワイワイがリア充になったら周りが逃げていくスタイル好き。周りが逃げていくスタイルって何。どういうこと。まず なってから言うてな。なったことないからな、リア充。
たまーに聞かれんねん。そのまあ最近も聞かれたんですけど、なんやかんや言うてとか言うやつ。これ何？なんや、おお、なんか私できた。なんやかんや言うているでしょ職場にとか優秀いねんけど、いい日からな。あっ、危ない。あか、あいつ厄介。あのクワガタだけはもうやめとこう。あ、もうあこも厄介。みんな厄介やわこれ。もうとにかくちっちゃいやつ食べよう。もうちっちゃいやつ食べていこう。犯罪者お前やり口変えたやろ今。お前やり口変えたやろ。じゃあさっきまでね、じゃあ何やって。じゃあもうほら、じゃあこれにしよう、これにしよう、これにしよう。オッケー、これ取って、あとはあと1個か2個ぐらい。オッケー、じゃあ取らして、これだけ取らして、あと1個だけ取らして、あと1個。あ、無理か。厄介なやついっぱいおるな。俺陸に上がってるゲームを見たことあると思う。見たことっていうか、あれ見たんやけどな、スクリーンショットみたいなやつで。え、これずっと水？もしかしてずっと水でやっていくの？これ、それともこれからさらに陸ステージがあるってこと？結構気長いな。じゃあって思わへん。じゃあ何を目指したらいいか分からない。こいつか、こいつか。あか、めちゃめちゃなんか動くのが早くなってしまったから、もうちょっと集中しちゃうんやけどな、プレイに。あの、ほんで奥のやつむちゃくちゃでかいけど、俺ここら辺で恋人見つけといた方がいいんかな。え、でももうここまで行ったらもう終わりやから。あ、あ、死んだ、あ、死んだ死んだ。おっしゃ、あとちょっとじゃん。まだまだやな。ん？ワイワイ、ワイワイ見れてない。何を？ちょ待って。え？フリーザやらないと。フリーザ200円払ったのに。え、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。スパチャって何？ごめん、スパチャって何？200円のスパチャでフリーザって何？え、ごめん、全然、え、何？ん？設定の話？え、ごめん、何どれ？コメント戻ってみて。どこまで戻ればいいの？ん？あ、何これ。え？え、わかる？みんな、え、みんなには見えてんのこれ。なんかこのフリーザやってっていう、何これ、キノコみたいなやつ。あれか、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。それがあんのか、それがオンになってんのか。今どうやって消すんや、どうやって消したらええんや。違う、分かった。スーパーライチャットライブやっけ。ちょ、ごめん、それをスーパーチャッツってんのか。あー、俺もしくった。俺それ、ちょっと待って、これどっかで多分無理、消せへんか、消せるはずやぞ。違う。いや、俺、それな、一番最初にな、それ切ったんやけどな。え、どっ、え、これ消せへんの？それ。え、それって消せへんのか？ごめんな、ほんまに。ほんまにごめんな。申し訳ない。いや、もうほんまに申し訳ない。ちょっと待って、ちょっと待って、後でちょっと消すわ。ごめん。ゲームをちょっと進めるわ。今、とにかくスーパーチャットってやつが来たんですよね。で、フリーザやってっていうスーパーチャットが来たんだ、今。そう、俺は見逃してたわけだ。やってって言われてやりにくいんだけどな。ちょ、やめろって、お前。ちょ、もう、タカもマジ、ほんま、お前か、マジ、お前、そういう、あれだったよな。ちゃうねん。彼は、あれやねん。その、前が、ニコニコの時からそういうのしてんねん。タカボンさんは。そういうのいいから。じゃ、消し方がよかった。消すか、マジで。ごめんなさい。すいません。申し訳ない。すいませんですよ。でいい？許してください。ちゃ、うわ、しくった。俺もう、そんなとこ。見てなかった。いや、この、今、この8時間の放送をするがために、結構、いろんな設定をいじくり回してたんですよ。あ、それか。申し訳ない。ほんまに、ごめんなさい。その200円くれたか、タカボンさんはもういいです、どうでも。これ、その200円くださった方、本当にすいませんでした。申し訳ないです、本当に。うわぁ。あと引くわ。ええー、って、だから。
せんと、お前、俺と会話したお前、お前の財布なくなるぞ。お前の財布空っぽになっていくぞ。俺と会話したら。せんな、戦闘力は50万トンで。いや違う、無理やって。いや違う、無理無理無理。いや、ごめん、ちょっと、一回落ち着こう。一回落ち着いて、このポイズンとかちょっとつけさせて。ちょ、一回ワンポイントつけ、もう、ええや、どこでもええわ。もう、もう、変えてもええ、変えてもええ、もう、これでここつけてくれ。オッケー、よし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 。メモ、おまけしとこう。オッケー。メモおまけしとこう。オッケー。よし。バイバイ、困らせんといて。いや、困ってるんじゃないんだけどな。申し訳ないっていうことな。いや、でも、戦闘力は、ね、もうちょっと待って、もう一回ちょっとごめんなさい、申し訳ない。ライブ配信してるものとしてこのゲームをちょっと一回これ完結させてください。ごめんなさい、ここのゲージまで行ったら僕の戦闘力も50万飛ぶんで、マジで飛んでいくんで、それ以上こいつだけ。ほんで後始末つけさせてください。もうこいつさっきから俺を攻撃ばっかしてくるんで、こいつを。よっしゃ、よし、ナイス。おめでとうございます。知的生命体道まっしぐらです。まっしぐらでしてこれで終わり。あ、終わったやつ、これか。え、細胞としての生命においてどのような行動を取ったかを示しています。将来の世代に役立つ独特の能力を得るため特性を確立しました。あなたはどの道を選びましたか。いや、わからないです、僕は。どの道を選んだか。肉食ってことですか。肉食を選んだってこと。この3つのうちで俺は肉食に行ったってことか。あ、食うもんによっては変わってくるってことな。いや、違う、ワイワイ隠れてるんじゃなくて、ちょ、一回落ち着こうか、みんな。一回ちょっと落ち着いて、ちょ、黙って物事考えようか、一回な。よし、よし、黙って物事考えよう。もうそれ以降来てへんやんな。それ以降来てへんし、やんな。よし、オッケー。でや、まず俺は俺の身を守るから、まずこのスーパーチャットっていうシステムをまずぶっ壊す。まず、じゃあまずそこ第一やから、俺のこのシステム俺はぶっ壊す今から。ね、ないわ、ごめん、ないねん。そんな、どこでその設定をし、俺どこで何をまかり間違えてそこの部分をそうしたんやろな。え、前までのなしになってたはずなんやけどな。じゃあまあいいや、もう。でも今見てくれてる人はもうせんやん、せんと思うんで、いいしょね、大丈夫大丈夫。いや本当に申し訳ない。ただまた増えたな、お前手だれ、またなんか増えたやろ今。上に出てきてんぞ。8時間頑張ってください。本当に好き。ありがとうございます、三沢船長。ありがとうございます、申し訳ない。こんなところでこんな形でありがとうございますを言うつもりは全くなかったんですけど、本当に申し訳ない。いや、いいです、いや、いいです、いいです。ヌコミルクとかもういいです、それもう。ありがとうございます。髪の毛がなくなるまで引っ張ってあげてほしい。今みんな僕の髪の毛を引っ張ってください、もう。はい、ありがとうございました。本当に今までありがとうございました。ね、ノコミルクタンもありがとうございました。ノコミルクタンはちなみに PUBG で活躍してください。ね、そんなよくわからないところで1000円使わないでください。はい、ありがとうございます。じゃあ、音量出します。いやー、そういうのがあるのか。そのシステム知らんかったな。じゃあ、まあ、とにかく足をつけるってことね。今度は陸上に上がっていきますよ。皆さん、はい、来い、はい、注目してください。画面に注目してください。チャットを見ない。この、今から私は、今まで作ってきたユーグレナが、ついに地に立ちます。ね。こんな感じで付けるんですか？これ難しいな。どれも一緒か？サンダーカルフ、ファテーラ、ブラウニーサルス。もういい。いい。じゃあ、はい、こっち見てください。こっちを見てください、ユウさん。ユウさん、こっち見てくださいね。あ、こう足1個しかつけられへんのか。
これあれちゃう、カエルの種の始まりちゃう、これ。あ、こんな風に見れんの、まずいぞ、これはまずいな。俺によくそんなとこ用意しちゃったね。あ、俺こうなったらガゼンやる気出てきた、ガゼン。いや、こマクドナルドでしょこれ、マクドナルドでしょ。いや絶対マクド、いやこれは俺宣伝やわ、体にいいでいいわ、体にいいでそのままでいいわ。いやもう これでこれでいこう。めっちゃ強いで、このパチパチ、画面パチパチすんの。いやその、いやこれちなみに今のこの画面パチパチ、小学生が見て泣くからマジで。いやそのがちょ、このここの画面パチパチの間だけちょっと これしとくわ。これしとくわ。オッケー、直った。チャット見ろって。チャット見ます。ごめんなさい、はい、ごめんなさい。足の太さ変えられたん？もうなんかえらいことになってる。なんでそんなとこに膜張ってんねんお前。おい、めちゃめちゃおるやん、ほんで。テンポ拡大まっしぐらです。ちょっと待って、足繋がってんのは俺信じられへんねんけど。水かきかな、新しい一日の始まり。それはあなたにとって全く新しい不思議な世界の始まりでもあります。この新しく住むこととなった、乾いた大地では、お姉さんがお小遣い、あ、お小遣いありがとうございます。 29になってお小遣いをもらうと思いませんでした。ありがとうございます。深呼吸をすると肺に入る空気を感じることができる。進化のレースが今始まります。はい、ね、あなたは巣の仲間たちに囲まれたクリーチャーになりました、ね。進化するためには惑星にいる他の種族と会って DNA を獲得しなくてはなりません。 DNA を獲得すればプログレスゲージが上昇します。見てみましょう。はい、見せてください。あ、ここですか。はい、最初のゴールをまず目指しましょう。他の種族と交流するか、他の種族を滅ぼしてゲージを満たしてください。滅ぼして、交流か滅ぼすかやねんね、食べるじゃないね。はい、目標ここね。獲物を飼って肉を食べてくださいってやつね。はい。もうなんていうの、気色悪いの一言なんですよね。あかん、パチパチしだした、映像がパチパチするぞ。ちょっと待てよ、これもしかしてこっちの問題か。フォトサイズショー、ん、なんかまた増えたんか。あ、一番好きな動画は引く、あ、ありがとうございます。僕はあなたが一番好きです。ケイさん、ありがとうございます。なんて言っていいかわからないです、ごめんなさい。ここか、これをもっと下げればいいんか。ここか、これで多分チカチカせえへんちゃうか。あ、ありがとうございます。バイバイアリシル、バイバイアリシル、嵐じゃないです、嵐じゃないですね。はい、あ、嵐じゃないですっていう言葉が非常にネックになってくるいますね。はい。これはこれなんだ。おお、取った。これは新しいパーツです。もっと大きなクリーチャーや骨からかっこいいパーツが見つかるかもしれません。下部にある遠吠えボタンをクリックしてパートナーを見つけてクリーチャークリエイターに入ります。ここであなたの外見を変えられ、さらに発見したパーツをクリーチャーに追加できます。じゃあもう変えます。はい、外見を変えたいです。ああ、いや、威圧したんですね。ごめんなさい、分からなかったんですけど。え、どこにいんの。え、俺のパートナーは、ん、え、俺のパートナーは社交スタンスこれね、これ社交スタンス、これは攻撃スタンス、社交スタンス、これか、歌う、とにかくうるさいもん。あ、これか。おお、いたいた、はい、愛の巣ですね、愛の巣ってことですか。自己完結ってことですね。はいはい、自己完結しました。はい、ありがとうございます。やっとこの足が直せるかと思うと、やっとかって感じがしますね。でとにかくこれをちょっと開けたかって。そうそう、いや別に俺はこれがしたかっただけやねん。で、これの太さを変えれるんかどうかって話やんな。あ、変えられる変えられる、太さ変えられる。
で手をもらってんけど手え、ちょっと一回試してみていい？物は試しでゼルトロイドを、え、こう What's up? What's up? っていう感じにしていい？ちょっとHey! What's up? っていう感じにちょっと一回してみよう。ここも太くなってせめてなんかおかしくなる。ポッキーみたいに見えるな。なんかシーズン別ポッキーに見えるね。あ、こうしようか。あ、ほら、あ、これいいえいいえ、ヘイヘイヘイっていう感じ。すごい社交性が高そう。チカチカすんのはなんとかならんのか。もうな、普通にチカチカもしてないから生まれてきてガッツポーズって まずいな。あ、そんな時間頑張ってくれ、ありがとうございます。何時間でも頑張らせていただきます。はい、動けないですね。動けないですね。あ、動け。え、俺この場合どうしたい？俺この場合どうしたい？積んだってこと？これか？あ、え、どうやって戻ったらいいんでしょう？なんか。でもめっちゃ楽しそうじゃない？でもめっちゃ楽しそうやで。みんなで手上げてる感じは What's up? っていう感じするやん。え、違う、うなり声を上げてくれ。あ、なんでしょうか。はい、8時間で8万円目指してると、聞いてません。全く私ユニセフじゃないんでごめんなさい。そんななんか、あの、私に500円いや8億人とかじゃないんで。もうパッチ、ほんまにパンチもういいです。パンチありがとうございます。パンチもう十分パンチいただきました。はい、ありがとうございます。なんか申し訳ないですね、本当に。これも俺も無理やろ。俺もこれ無理やろ。おお、あ、動けるわ動けるわ。なんか ESC ボタン押したら動けた。動けたっていうかちょっとやりに行こうぜ。いや、やりに行こうぜ。これで腕力だけはズバ抜けてんじゃん。肉食の中でも随一ちゃう。俺の腕を狙いに来るってことや、今。俺の黄金の腕を狙いに来てる種族を、もう倒すから。もう、あの、交流とかせえへんから。まあ、一回話しかけてみる、こいつと。ショーツタックル。お前、どんな名前してんねん、ショーツタックルって、お前。え？めちゃめちゃビビってるやん。ショーツタックル。え、違うねん、違うねん。違うねん、違う。社交的な、社交、歌って。こいつに歌って、こいつに。これは新しい種族に出会いました。敵か味方どちらにしたいですか？スタンスを決めて相手にうなり声を上げるか歌いましょう。あなたのスタンスによって他のクリエイターに対して攻撃をするか、だからそういうことよね。このこっちで選べってこと言ってんだよね。はいはい。細胞ステージの完了により特殊な能力が与えられました。使用するにはこのボタンをクリックする。おお。え、いや違う。じゃ歌ってほしいの。歌って、歌、しょ、お、そ、いた決まった、デスノイズが決まりました。お、そんなデスノイズに片時の幸せが訪れた今。え、お前何デスノイズ好きなん？出てんねんけど顔半分埋まったんやけど、俺のデスノイズで。あ、いやいや、デスノイズ返ししてくれた。お、いいよ、仲良くなったんちゃうこれ。もう一回デスノイズ返しするよ。ん？なんこれ。3人のショーツタックルを、なんて書いてんのこれ。なんて書いてんの。わ、感心させましょうか。これか、こうか、歌う。あ、他のクリーチャーの気を引くには真似をしてください。真似をしてください。え、そんな俺ワッツアップしてる状態でどうやって真似なんかすんの。いや、その仕方が教えてくれたら続けて。俺もえ、これじゃあかんってこと。真似をしてくださいよ。
で、こいつがなんかすんの？歌もね、歌うを選べればいいの？歌うんだよ。何回かしろってこと？こうやって。あ、これ増えた？うわあ、何よ、びっくりした。あ、なんだ。これ、俺ずっと歌い続ければいいってこと？彼に対して。こうやろ？他のクリーチャーを引くには真似をしてくださいって言ってるけど、ここで違うやつに、あ、違う。難しいな、これ。何したらいいの？早く真似をする？早く真似をするってどういうこと？その近々バグってます？こうした後に、ちょっと待って、こいつで WhatsApp 歌うやんか。WhatsApp のデスノイズ聞かせてあげて、まず。WhatsApp？そう。WhatsApp のデスノイズ聞かしました。ここの状態で、こう。あ、なるほど。連続で2回歌えと。お見事、この調子です。あなたはより大きい脳とより知的なクリーチャーへの道を歩んでいます。はぁ、あ。あ、これをもう一回3匹としろってこと言ってるね。了解。ありがとうございます。だから1回歌うって選択して歌ってるけど、向こうが歌ってきたらまた俺も歌い返すけどな。はい。オッケー。これで2匹目。2デスノイズ決まった。よし。俺、それだったらいちいちこの ESC ボタンで何とかします。今は。相手が歌ったら歌うのにね。おい、ちょっと待って。もう歌えないともう体力がないってよ。デスナイズを、あ、ターゲットを選んでくださいか。で、何のクエスチョン？何のクエスチョンかさっぱりだわ。ごめん。こうか？あ、何こいつ、なんか。あんまり喜ばへん。こうか。あー、うるさ！めっちゃ喜んだやん、こいつ。え、3匹でもう OK？ ショートタックルは全て味方ですやって。あ、OK。なんとかなった。ゲーム名はね、これね、何やったっけ、スポアーっていうゲームなんですけどね。だから結構有名なゲームで。これね、見ようても皆さんもう終わりなんですよ。もうちょっとしたら終わっちゃうんですけど、このゲームね。まあ、1時間経っちゃったんで、1時間っていうか40分くらいか、経っちゃったんで。だから、中途半端とかでもし終わった場合ね、ちょっと個人的にまた動画、あ、そこは撮るんだ。そこはしっかり手で撮るんだ。肉食動物は肉だけよ。草食動物は果実だけを食べた方がいいということを覚えておきましょう。じゃあ何？俺は食べたらあかんってこと？今。早いでしょ。もうちょっとで終わっちゃうんですよね、これ。5時までよ。そうそう、5時まで。ただ、10分だけ休憩を挟むので、毎回。ほんで動画を、この度にね、今回は8時間の放送の、企画ごとにちょっと変えていこうかなと思っているところもあり。じゃあ8時間の動画なんか見る気する？俺は別に休憩せえへんねんけど。危ない。よし。そう、8時間、もう、8時間ってって思わへん。Guys, check up my channel. やって、チェックしてあげて。そのなんか、あと、Boys, check my profile って書いてるから、プロフィール見てあげて。出会い系か何回も多分。いや、わからんけど。これ何？なんか使徒みたいな顔してんねんけど、こいつ。ちょっとおしゃれに顔に。こいつちょっと一回食ってみようかな。めちゃめちゃ腹減ってますよ、みたいな。噛みつくレベル1、突進レベル1、スピットレベル1。噛みついてみる？こう？噛みつききました、今。クック。こう？はい。いた。おー、すごい。あ、普通に戦闘みたいな感じになんねんな。あ、やって。突進。噛みつく。あ、これもやってみる？スピッド。おし、何これ？それ何の攻撃？あ、毒の攻撃？これスピッドって。あ、毒やな。あ、倒した。まあ、こうやってもいいよってこと言ってるね。ほんで、これ食べんのかな。弱肉強食。ひとたび向こうのショーツタックルのかなんかのとこ行ったらデスノイズやしな。見てやる優しい人たちがおる？あ、8時間の話か？嵐？嵐って言うんかな？でもな。嵐なんかな？
ワイワイのでも放送はあんま多くないと思うんだけどな、そんなに。ボーイズチェックマイチャンネル、もう俺がチェックしたろか、後でチェックしたるわ。ホロエホワイトな、ホロエホワイト、まずお前日本人のとこに英語を打ってくるってお前すごい度胸やな。逆に俺もやろ、俺もそのホロエホワイトのとこで言おうかな、プリーズチェックマイチャンネルって持ちつ持たれつでなあ。あ、何もなかった、危ない。こんな虫いたらな、虫っていうかなんていうかやからな。だってワッツアップやで、種族としてワッツアップ。うわあいつ、え、何あいつ、パクリちゃん、はパクってやから、うちの足を。え、もどきちゃう、あれマクドナルドもどきやこれ。うわなんかちょっと強そうやねんけどこいつ。お、これ勝てるかな、多分ね、もうすでにお手上げみたいになるかなってるからな、こっちは。ちょっとなんかそれおかしいな、このチカ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 すんのな。何のチカチカやねんな。まあええか、もう一時それで戻していきましょうか、マクドナルドもどき。でもワイワイはフレッシュネスバーガー好きやで。あか、頻度が終わった。フレッシュネスバーガー多分知らない人もいると思うんですけどね。これ全部チューにしようか。 OK。 お、あ、だいぶ画質が荒くなったね。あ、知らん、解像度かもしれないね。ただウィンドウモードでやってるんでね、フルスクリーンじゃないんで、多分これで直ると思うんですけどね。うっすら文字見える、うっすら文字見えるか。あー、そのガガガガってなってる時にフレッシュネスバーガーでタピオカ。いや、フレッシュネスバーガーは美味しいよね。たまにイオンとかにあるんですよね、フレッシュネスバーガー。何こいつ、えらい形してるなこいつ。うわ、なんかもう俺ごめん、無理、生理的に無理。こいつはクークワンとかじゃなくて、ごめん、ちょっと勘弁してください。なんなんあれとか、 L 字に曲がってやがる、体が常にいるやな。ドマドマはい、どれだいカモでもうたからか。うん、このちょっとさ、今仲良くなったショーツタックルとなんかすることはできひんのかな。2匹のクックを借りましょうって書いてるか。クック借りに行くか。じゃあどうせやったらクック倒しに行くか。中途半端になってくるからな。2体のクック放置されてる。そう、2体のクック行こう。じゃあちょ、足をつけたい、せめて。ほんだら俺さっきのやつと勝負できる気がすんねんな。俺の仲間もどっか、あ、ここ空腹ゲージあんのか。ここえ、ここじゃない。あ、誰もおらんなってる。これがなくなってきてるんですよね、今ね。あ、おった。え、なんか違いやつおるぞ。なんや、猿か。なんか、ついつい言うやん。めっちゃ可愛いんやけど、こいつ、顔見て。顔見て。こいつはごめん、俺食えへんわ。可愛すぎる、ちょっと。ほら、なんかめっちゃ可愛い。お前、ムーミンですか？ムーミンですよ、これ。ちょ、俺、ちょ、向こう行こう。ムーミン谷はちょっと俺、離れるわ。な。シロさんって。シロさんっていう名前になったの。え、そんな愛着湧いてたの？もしかしてみんなもう。あが。レッサーチューバー。これもゲットしといた方がいいんか。俺ご飯食べなあかんねんけど。あいつじゃないとあかん？そもそも。さっきのやつじゃないとあかん？なんかもう俺、行き場を失った。もう場所わからんなった。こいつ倒そうか。こいつ倒そう。あ、仕事の休憩中に見てます方もありがとうございます。もうあ、そうか、求愛したら家帰れるか。こいつちょっと食べましょうか、とにかくね。よっしゃ。チューンちゃうか、これ。よいしょ。これなんか連打しといたらいいね、何枚しな。よし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 。あ、倒した？何のゲーム？あ、これね。え、ちなみに、みんなは今このゲームを見てくださってる皆様は、このゲームをしたことありますか？ご存知ですか？そもそも。私は、まあ、これ初見、本当に初見なんですよ。全く、知らない。あ、仕事の作業用 BGM に。あ、ごめんなさいね。なんか、仕事の作業用 BGM にこんなやかましいものを聞かせてしまいまして。どこ行くの？どこ行くの？どこ行くの？おい。おい。これ何や？さっきのやつか？
実況なら見たことある。ああなるほどね、動画でみんなは見たと。初めて見たこのゲーム。ああそう、あのね2008年のゲームなんで、ね、そんなに新しいゲームじゃないんで、もしかするとなんていうんやろ、名作っていうことは知ってても見たことはないっていう人もいるかもしれない。そうそう、牛沢さんな、牛沢さんなっていうかも、一応牛とあれなんですけどね。あ、あんま言わん方がいいか。うん、先月駅で歩いてるの見た？何の話してんのや。先月駅で、あ、何？ワッツアップが歩いてるの見たってこと？何？あ、これなんかハード出てるぞ。どうした？どうした？このワッツアップ何してんの？何何何何？何何？やめてよ、その一方的にやめろよお前そんな。え、二人の関係性で結婚ってするもんやろ。違うの？え、なんか生まれてきた。あ、何？俺がほっといても生まれてくんの？お求愛してみるじゃん。なんでこんな手上げてんのが面白いんだよな。なんでそれがでかくなんねやろな。そっからスパーンってこうでかくなるやん。あ、足つけられんちゃうこれ。おお、え、この DNA ポイントってどこで、あ、これか、85か。あ、50も使うんか。え、ちょっと待って、50、いやこれちょっと節約していい、65にして、ちょワッツアップちょっと一回ワッツアップ解除して、あ、でもいやごめん、ワッツアップの方がいいかな。これなんとか例えばこう2つ置くことできひんかな。135円、うわ無理か。あれしたいねんけど、あ、もうじゃあそうなったらもうごめん、そうなんねやったらもう俺ワッツアップで行かして、ちょっとこの間にワッツアップさせてもらって、うん、そうそう、だから2ワッツアップにしようか、2ワッツアップにしよう。じゃあごめん、いやもう、まあ、もう今俺これやる前の時点でもう怒られるっていうのが目に見えたから、もう やめとくわ、ごめん。一回この本で足つけますが、足つけさせてもらいますわ。あ、じゃあ前すぎた前すぎた、ごめん。飛行機になんかめっちゃ取ってつけたみたいになってるやん。違う、ダンスみたいな、なんかこういう股関節のストレッチみたいなってのな今な。いやこれでもさ、え、でもこれ違うやばい、 DJ ハマー現れたんやけど、こうなったらもうリーチ生かすしかないんちゃう。いやちょっと後ろになる、バランス感覚的にはちょっと後ろになる、どうしてもせざるを得ない。でちょっと目の位置とかを若干ちょっとごめん変えよう。じゃあ何これ、指増やせんの？うせやん、マジで言ってんの？これで今無理なんか、25、いやいけんのか、いけるけど何、あ、これを変えるってこと、ここを変えんの、うわそんなことできんの、うわちょっとこれキモいわ、もうちょっとなんかどれでもキモいな。これカニ、あ、これいいやん、これで、じゃあもうちょっとリーチを生かせよ。おう、うん、こうしとこ、いや、これ意外といけると思う。あの、マシバみたいなもんやん、フリッカージャブのマシバみたいなもん。でこれをい、もうちょっと上に、こいつを上に置けへん。おー一気に行くねってなったら、そのなんていうの、手が届かんとあかんくなってくるから下に。ここだと、でもじゃあもううちか無理やからな、ヒレ取ろうか、もうこういうの取ろうか、ここら辺のやつ邪魔やから。てか目もちょっと位置変えたい、できれば。一回ちょっとこれ外せへんのかな、なんか微妙、あった、これももういらんと思うから、だから上の部分は守る、え
守る部分やから。え、ご飯食えんのかなこれ。ご飯食える？こう持っていける？どう曲げたって無理じゃない？どう一回じゃあ一回これ後ろに畳んでこうすごいなんか状態としてこれ食べれる？まあいいか、楽しみにしとこうか。そこはでや、あとはね、メイスボールをつけたいよね、どうしても。あ、メイスボールつけんねやったらこれメイスボールにしてもいいな。あー、いいやん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 、物理やな。あ、いいんちゃうこれ、意外とこれ強そうやで。こうしてほら、で手つけよう、普通の。うん、まあ、これ普通の方がいいんちゃうかな。あ、ポーズレベル2って書いてる、これにしよう。こう、よし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 、オッケーオッケーオッケー。目上げる？目上げようか。目は、あ、ここか。ん？何これ？鼻？あ、鼻とかもあんの？あ、すごい。え、今までの目じゃない？これ？え、ちょっと待って、なんか上向いてんねんけど、ありなんかな？え、これって大丈夫やんな？めっちゃ上向いてるで、うち。え、これ、え、これ何？これあれ？耳？耳か。耳こうしようかじゃん。え、じゃあ耳ちゃうぞ、これ口か？これ何これ？何か分からへん。マンテナって、アンテナみたいな。シュマーってわよ、そう下見えへんで、ね、だから。え、でも大丈夫な？口って別のとこにある？あ、ここにしかない？あ、これ？あ、これか？ちょ、この口やめていい？あ、来た、この口。これんちょやん。めっちゃいいやん。上を向いてってだったらおしゃれじゃない。あ、これ、あ、これ目か。え、でも大体じゃあつけたってこと？これ耳？EA ウォット。A ウォットここつけようか。あ、なんか音鳴らすとこ、そこ鼻もついてるし、うん、だいたいパーツとしては整ったよね。うん、あ、いいいいわ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 。あとちょっと余ってる20なんか使えるとこないかな。20ポイント。あ、これな、髪の毛これ。あ、25か。あ、無理やな、もう20はもう無理なんで、目ぐらいしか無理ってことか。マンテナ、マンテナつけとくじゃん。マンテナってなんなん、ここにつけとこうかじゃん。はい、よっしゃ。ダメ、あ、ごめん、これは消せへん。え、ちっちゃえ、なんだ、なんでなんでそんなち、え、なにこのペクトフィ、なんでそんなことなったん。ちょ、ごめんごめんごめん、ちょっと読み込み直しますね。こうかな。あか、ペクトフィがもう変わらへん。なんかごめん、あの俺がこういう縦長のものを作ったからかもうみんなこいつもちょっとごめん、こうなった、縦長になった。なんとか伸ばせへんのこれ。伸ばすとかも無理やねんけど。おお、なんでこんなあれなんやろな、ランばっかり出てくんねやな。これで OK 再開。あかんな、じゃあ別の方法で読み込もうか。こうしましょう。よし、おー、いいやいいや。あ、すごい軽快に、ほら見てみんな、めっちゃ楽しそう、めっちゃ楽しそう、なんかうわルンルンや、やっぱり上見てるだけあるわ。絶対くじけへん、これなら勝てるで、多分さっきのやつも勝てる、これめっちゃルンルンやもん。
手が邪魔で仕方ない、もうもう当たってますもん、もう手が。あ、なんかおった、なんかおった、あれ何、あれ違うか、リンゴか。いや肉食なんで、うち一応ちょっとこいつで倒したいな。1グループぐらい殲滅したいよね。どうやって攻撃するんだよね。なんでそんなに膝の関節だけ柔らかいんやな。めっちゃ柔らかないかわいい。 あいつや、気色悪いです。俺あんまり近くで見たくないからこいつ。うわ、何や、もうめっちゃ気色悪い、ごめん無理、やっぱり無理よ。あいつはあの芋虫みたいなやつ無理。たまにインスタとか見てたらなんか綺麗な芋虫写真で撮ってるやつがない。芋虫は芋虫やからなって思うねんな俺は。もうあれ何、新しいんちゃう。あ、こいつは俺が倒せへんやつや、俺が倒せへんやつこいつ俺が運命の出会いや、運命の出会い来たぞ。行くか、攻撃スタンス、噛みつくぞ、行け、噛みつけ、噛みつくん、まずそれで。おお、行くね、よいしょ、行け、ストライク、ストライク全く手が関係ない、手が邪魔でしかないねん。負担やな、もう負担を、ノルマ、ノルマじゃない、ハンデ背負って、お、倒した。でもこの角度からしか俺見れへんから、こいつをある意味カメラ目線にはしやすいよね、こいつの場合は。これをどう食べるかやな。ん？あー、やっぱ無理やんな。はいはいはい。いや、まあ次に行かしていこう、ちゃんと。なんか掴み方がほんまにリアルなんだよな。すごいリアルに掴んでいくよな。めっちゃ逃げ回ってない。あ、何やねこう。なんか紫のガス出てた、こう。何何、あのガス、あのガスのとこ行こうぜ。ちょっと動くのが楽しくなった俺。なんか靴買った日みたいな。靴買った日、これ。キモ、あ、こんなやつ見える、みんなあれ。トゥイン、なんて書いてんの、トゥインブルゴン。トゥイン、リーダートゥインブルゴンや、これ。リーダーだけめちゃめちゃ。ちょっと、いい、初見でいいから。こいつやばない。チック。え、チックめっちゃ可愛いねんけど、なんか。ちゃんと鼻ついてやがるやん、ここに、チック。ちょ、食おうぜ、チック。食おうぜ。チック食って。いや、違う、俺の方見やんといて。気持ち悪いから。あ、いった、チックいった。よー。はい、いけ。はい、はい、かぶった。もう、9とか出てきてる、10とかはなんないの、体力なのかな。はい。はい、もう一回。あと3。はい、いった。これでいいんちゃう、これでもう死ねやろ。はい、勝ったー。チック見たらその前は吐き気する。めっちゃ可愛いこいつ、こうぜ。いや、これは美味しいんじゃない。詰まってそうやん、なんかチックはやっぱり、なんか、なんていうの、程よく鍛えられてそうやん、ここが。なんかあのセセリみたいなもんやん、セセリ、セセリって思って、ええやろ。で、これで俺超えた、これ。超えてない、まだ。もうワンチックいる。なんかでもチックかわいそうやな。うわ、あの子のコチックがかわいそうやん、やっぱ。だからちょっとやめといてあげるわ、ごめん。みんな俺も鬼じゃないから。よっしゃ、手に入った。サウリアン。目やけどな、俺からしたら。目やけど。でここは何なのね、これ。コチックな。見たいけど、吐きそう。吐きそうって。こいつの走り方はでも可愛いと思うんだけど、これは何なんだろう。おお、アトラクション、これアトラクションがあんの、ここに。いや、すごいやん。おお、すごい、ああ、すごい、高いやポジションやん。おお、何なんだあれは。何なん、何かに使うのあれ。口より手動かして、あかん、ここまで来たらちょっと強い。ここまで来たらちょっとなんかパーツが多い、とにかく。なんか倒せそうにない。その向こうのやつも無理やし、もうちょっと手頃なやつで、ここだけ越えてないよな。ここだけ越えて、こいつは無理やと思うねんな。結構反映してるから。
ここだけ越えて、で、区切りができると思うね。まあ、よく支えられたよね。で、この歩き方は、でも俺はもう、だからこいつを育てんのかって言われたら難しいけどね。あ、びっくりした。ハートに見えた、俺。求愛されてんのかと思った。すごいな。前足長いな、あいつ。あ、前足が一番普通の足みたいな動き方してる。な。思わへん？めっちゃ人間の足前についてるみたいな感じですよね。あ、こいつは？何これ？ん？なんかビリビリ飛んだこいつなんか。あ、ごめん、もう、いいわ、ごめん、うるさいからもういいわ。またな。あんまりそのなんか、バリ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 言われたら。あ、コア？あいつ倒せへん？リーダークック。クック？あ、クックってあれ？一番最初の俺が倒したやつ？あ、いいやん、リーダークック倒そうじゃん。はい。嫌われてんのかな？あ、逃げてる逃げてる逃げてる。おっしゃ。あ、こいつめっちゃ弱いわ、クック。おぉ。いや、違う、顔みたいになってるから、今のが顔みたいになってたから、今。よかったんですね。知力がアップ、あなたは少ししてきなり進化の最初のステップを踏み出しましたと。味方のクリーチャーの気を引く能力を得られたので、群れに加えれば一緒に、お？ああ、群れるってこと？今は一匹の脇があります。味方のクリーチャーと交流してメンバーに加えましょう。ああ、そんなことができるんや。ちょっと求愛しようぜ。あ、ごめん、間違えた。あ、こや、あこ。あ、そんなんあんねんな。なんかよくわからへんけど、あのポンって出てくる脳みそが大きくなるところね。アコはなんか昔のゲームやなーって感じがするんですよね、ワイワイの場合は。これでちょっと QI しといて形変えましょうか。とにかく飽きたんで、もうこの形が、てか手が邪魔なんで単純に。こいつ、あら、ちっちゃい。あ、何、赤ちゃんマクドナルドと QI すんの、お前。え、お前それはあかん、犯罪やろ。え、赤ちゃんマクドナルドしか、え、てか、とにかく減ってない、種が。あ、こいつや、オッケー。こいつ行こう。70年代って感じがするな、曲が。あ、ちゃんと寿司をバーってやって。いや、もうこれ、ごめんなさい、卵じゃないね。もう卵が一個向こうに行ったからね。今君がそこに来たおかげで、すごいことになるんだよな。もうこれが意味ないのよな、これギガンテスボールみたいなやつ。なんかもう手はやっぱ普通にしよう。ふざけたい気持ちもわかるけど、なんか新しい手とか欲しいわけじゃなく、とにかく手の付け方、そんなんなってもう不自由でならないやろ、こうなったら。ここでさ、ここのこの背骨のこの形を変えたいねん、これ。ちょっと待てよ、来たぞ、ついにマクドナルドは。新しい進化の時が迎えられるんちゃう？あ、すごい、ここまで伸びるんだ。伸びることが、あ、待って、下、おあ、そんなこともできんの？おー、すごいぞ、これ。あ、いや、やっと前向けた、やっと前向けた。うわ、めっちゃ楽しそう、ほら。いいやん、これいいやん、これはいいと思う、俺。でも、こうご飯食えへんから。どうしようかな。一旦ちょっとこれ下げ。なんでちょっと。え、俺そんなシステム知らないんですよ。いや、違う。そんな取らなくていいんですよ。なんかさ、恐竜には近づいたけど。そんなことする？そこまでして上見る？こうか？あ、こういうことか。ちょっと前に来んのやめて。別にその位置でやって、全部。あ、これ、いや、これいいぞ。八景用意や。八景用意。で、こんなとこにつけられるのか、もう。でも、お前、手。手か、それ。あ、
新しいかも、新しいかも、ほら。こういうの、どう？こういう感じどう？こういう感じどう？ほら。ちょっとこうしといて。あ、ほら、ちょっと、ダックスフンドがイメージ。ダックスフンドイメージしてね、ほら。これは反映するかな？してもらっちゃ困るな、これ。これ足今、手？手か。何これ、え、これなんなこれ、足、これあ、吸盤、足の先か、だからこれが足か、もうここしかないのよね。あ、2ページ目、え、あ、あ、ちょっと待って一回ちょっと省こう。だからここに新しいのある、サイボーンド、お、逆ちゃうかこれ、え、こっちの向きで合ってんの、このなんかブーツみたいになってるけど、ウエスタンブーツみたいになってんだけど、ここだけこれ、この方向で合ってんのかな、骨やな、骨や、え、これ強いんかな、ほらこれ強いっぽいね、なんか手の感じからすると、よ、座れそう、うん、座れそう、違う、こいつに座っちゃいけねえよ、違う、あ、4本足にしてみる、違う、なんか違うねんて、もういいって、その DJ 一回これなくして4本足にして、じゃあ、あのケンタウロスをイメージしようか、じゃあケンタウロスをイメージしていい、いや、そんなんこれでやるわけないっすやん、何年ゲームしてきたと思ってるみんな、それはちょっとバカにしすぎやわみんな、俺がこの状態でゴー出すわけないもん、それは俺、こっからうで、もう物の見事に作っていくから、ケンタウロスを、ケンタウロスどんなん？あ、こう？ケンタウロスって、え、どう？こう？こう？こういう感じか？こういう感じやな。オッケーオッケー。まあまあ一旦こういう感じで、じゃあまあここら辺とか全部なくすしね。こうやろう？ほらほらほらな？まずこっから、まずこっから。こっから、じゃあもうこことかもう一回こうなくしてね。これほら、これほらほら。土台はしっかりしてるでしょ、で、足、馬の足にしたいんで、馬の足ってことはないんで、これになる、こういうことよね、これは絵描いててだから こういうことですよね。おおおおおちょっと待って、めちゃめちゃ良くない、今めちゃめちゃ良くない、これやっぱり締めるとこ締める、わいわい、やっぱりここは最後やし、違うねんって、もうこれがいらんねん、なんやねんこれ、まず違う、もう狂ったってマジで、もう違う、これを取れって、うん、そうこれ、あ、まあ、これはいいか、おしゃれに置いとくか、なんかほらもう猫背みたいになったやん、なんか、あ、来た、ほら凛として素直やな、そういうドラマあったやろ、ここで顔作っていくやろ、鼻これしかないの、これも鼻、こうはもうこれにしよう、それは、あ、ほらめっちゃ可愛い、なんかちょっとロシアとかで飼われてる犬こんなんやん、なんかそんな感じせえへん、こんな感じのやつあるやん、ちょっとなんか毛あんま多くないやつ、これほんで耳ここにこうつけたらさ、ほらえ、みんなここだけ見てめっちゃ可愛いやん、今来てるんじゃこれ、なんか伝説上にいそう、メガサウリアン、でっかでっかいの目、えー、いや、でっ、あ、そうか、ちっちゃくできんのか、なんか、いや、なんか怒りすぎや、顔が怒ってるもん、なんかあ、でもこれ猫っぽい、猫っぽい、ほら猫っぽいやん、かわいい、かわいい、あ、そんなんできんの、あ、あ、ちょっと可愛いやん、ちょっと可愛いだった、で、口、ちょ、え、どれが猫の口な、これ、あ、でも遠吠え、噛みつく、突進、歌うってあたりがフフ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 
これちょっと上の話でブルドッグやわ。ブルドッグができた、みんなほら、あ、こうやってブルドッグってできてるんや。いいやん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 。11ポイントやし、あ、ちょうどいいやん、ほら完璧や。どう走るかめっちゃ気になるよな、逆に。これが一体どう走るか。あ、できた。いや、かわいいな、買いたいもん、買えることなら俺。いくやろ、ここから。ちょっと動いてみるよ、向こう動いてみようか。ぐちゃぐちゃか、お前の動き方ぐちゃぐちゃやん、なんか。すごい、なんかそんなグミ俺小学校の時食べてたわ、なんかこんなグミ。知らんかな、みんな、なんかこんなグミ食べてたんやけど。まあでも、うん、いいんかな。なんかとにかく攻撃能力がちょっと衰えちゃったから、逆に安定感は出たと思うけど、まあこういう感じなんかな。で、このゲーム、スポアというゲームはですね、こういうことをずっと続けていったら、もっともっとこの先にもできるっていうね。やっとこの陸に来てワイワイラ、ワイワイ、この面白いと思う、このスポアの世界観を知れたかなって気はするんですけど、FF に出てきそうね。SF に出てきそう、確かに。あ、まあ、別にこいつは何もするわけじゃないんですけどね。まあ、このあたりにしとこうかな。ブルドッグ作ったってところで。これ、まあ、一番ほら、ほら。なんかちょっとふざけた顔してるけど、愛嬌っていうことで、ほらよかったよね。さあ、まあそうなんですよ、ぼちぼち時間ということで、まあ一旦、このゲームスポ、おう、どうした、スポアに関しましてはね、この辺りにしときたいと思います。これちなみに皆さんどうでしたか。まあ私がもし動画にするとなればですよ、もう今の部分から最初の部分から動画にしていくと思うんですけども、続きがぜひ見たいよなんていうお声がございましたら、また動画にしようかなとは思うんですけどね。クッキーの動画、クッキーのモノマネ、クッキーのモノマネ何、せやね、うん、せやね、やろう。クッキーがやる島田紳助な、せやねしか言わへんな。あ、ちょっと待って、なんか教えてくれてる人いる。ちょっと後で読みますね。あ、読みますねっていうか高本さんか、 OK、 ありがとう。あ、見たいっていう方もいらっしゃいますね。一回このまあ、これはもうできないですけどね。もちろん。このまんま続きにするってことはないですけど、一番最初のあの水のステージから、ちょっとまあ、カットカットしながらね、ここまでやってきて。こっからどうなるのか気になるよね、でもね。ここまで一応作れるから、かなり自由に。だから、しかも好きなように形も変えられるしね。これが、この惑星を占めるってことになるらしいんですよね。最終的にはね。それが楽しみですよね。なんかもっと巨人みたいなのもできるのかなっていうのは思いますけどね。まあぜひ、皆さんのコメントもね、温かいものばかりですので、動画にもしてみようかなと思います。はい。まあ、ちょっと最近、虚栄都市というゲームを上げてるんですけれどもですね。どうもあまり、しっくりきてないということでですね。ジェパタン作る？あー、ここでジェパタンを作るってこと？あ、そういうのを作れたらおもろいかもしれないね。なんかこの、なんていうの、キャラクターものができたらね。これ今回はまあ、ブルドッグができましたけどね。仕事の休憩内でできました。あ、ありがとうございます。女体を作ってくれ。女体を作る。女体とか作れんのかな逆に。あ、そういうパーツもあんの？あんのかな？人間とかあんのかな？もしかしたら。かもしれないけどね。ちょっとわからないですけど、ぜひそこはじゃあ動画でやっていきたいと思います。ね。あ、5時からバイト。ごめんね。わざわざギリギリまで見ていただいて本当申し訳ないですけれども。ぜひぜひね、また終わった時に見れた時にまた見てくださいね。ダメた？あ、動画、うん、あのね、一個ね、ちょっとまた違うゲームしようかなと思ってるんですけど、まあそれに、借り寄ったりな感じでこれも動画にできればなと思ってますね。まあとにかく一旦ここで、この今の生放送第1企画目、ね、スポアを終了したいと思います。